伏見は海上自衛隊の潜水艦救難艦。計画番号は J108。艦名は伏見城に由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては三代目。海上自衛隊では昭和34年度計画で千早を建造し、潜水艦救難艦の運用に着手した。当時、海上自衛隊の潜水艦は暮基地に集中配備されており、同艦も クレオ母校として潜水艦部隊の支援に当たっていた。しかしその後、潜水艦部隊の造成に伴って、横須賀基地にも潜水艦基地が置かれるようになったことから、こちらに配備するための2隻目の潜水艦救難艦として建造されたのが本艦である。本艦は基本的には千早の発展型であるが、予算不足のために一部スペックダウンを容疑なくされた。 部分もあるとされている。ち早と同様、コスト低減の必要から、設計手法は、小線構造、また線形は、全通2層甲板を備えた、車両甲板型だが、煙突は2本になっている。また、養生作業の円滑化のため、原油ラスイ層も装備された。主機関としては、この時期の補助艦艇で、一般的であった v v 22、VV22、 30シリーズの系譜に連なる V 型6気筒機関で、ある川崎造船マン V6V2230 エイティルディーゼルエンジン2機によって推進機1、軸を推進する方式とされた。推進機が可変ピッチプロペーラとされたのも同様である。潜水艦救難装置は、基本的には、チハヤと同様に、レスキューチェンバーを用いたものである。このシステムでは、 遭難潜水艦を発見した後にまず4点、軽流方式によって、旧内艦を固定するが、この際に使用する大型の軽流布標は、煙突前方の両舷に搭載されており、鮮やかなインターナショナルレッドの塗装と、相まって、この世代の潜水艦旧南艦の外見上の特徴となった。また怒りは、完備艦艦両舷に搭載されており、右舷装備のものを前から1番3番怒り、 また、左舷装備のものを前から2番、4番、イカリとされていて、不評にもこれに対応した番号が付されている。イカリの重量は1個あたり1.8トンである。レスキューチェンバーは、完備乾板左舷に搭載されている。ちはヤの、レスキューチェンバーは、アメリカ海軍から譲渡されたものであったのに対し、本艦では、国産機とされている。耐圧容器は高さ4.7メートル。 直径2.4メートルであり、千はやのものより一回り大きい。捜査員2名のほか、要救助者8名を収容できる。なお作業艇としては、同年度計画で装備化された、FRP 製の11メートル作業艇が採用された。また作業艇の要項も、従来はクレーン方式であったのに対して、本館では重力型ボートダビットとされている。また、 潜水艦への補給物資を増加させるとともに、魚雷収容能力を付与するなど、潜水母艦としての能力も強化された。伏見は、第三次防衛力整備計画に基づく昭和46年度、計画潜水艦救難艦船102号艦として、住友重機械工業裏画造船所で1968年11月5日に、寄港され、1969年9月10日に、 浸水、1970年2月10日に襲撃し、第1潜水大軍に直轄艦として編入され、横須賀に配備された。1973年10月16日、自衛艦隊令下に第2潜水大軍が新編され、直轄艦として編入。1985年3月27日、第1潜水大軍所属の千早が、 特務官に種別変更されたことにより、同軍に編成変え、提携向も暮れに転籍。2000年3月24日、千早の収益に伴い、除籍。ありがとうございます。